はい、皆さんこんにちは、モモンガです。今日はですね、私の参戦メイクを紹介していきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。はい、ほとんど私がやってる、動画でのメイクはもう参戦メイクにほぼ近いです。で、メイク動画の人じゃないので、こう初めてね、このリングライトをね買ってやってるんですけど、こうライトあった方がいいのかない方がいいのかとかちょっと分かんなくて、かなりちょっとね見えにくい部分もあると思うので、またね分からないとこがあればコメントしていただけると嬉しいです。じゃあ、今からすっぴんになります。じゃあ、これはガチすっぴんでですね、あんまりすっぴんさらさないんですけど、まあこういう顔面でも変わるよっていうのをね思っていただければと思います。じゃあまずスキンアクアから塗っていきます。ちゃんと手洗ってるんで適当なんですけど、紫のね色でね、こうやってちょちょちょってつけていくんじゃなくて、もう手でこうして塗ります。日焼け止めなんでガッツリガッツリ塗ってきます。余ったのは手とかに塗って、あ、間違えた。これで結構ね白くなるんですよ。間違えた早く白くしたいと思って間違えたんですけど、まずね、まあ、別この後ででもいいんですけど、このセザンヌの皮脂テカリ防止下地を鼻と、あとここの周りだけに塗ります。で、夏はこれのね、なんかお直し液みたいなのがあるんですよ。これってかなんかあるんですよ。それを最初に塗って、その後にこれ塗ると皮脂があんまり出なかったです。これぐらい出して、あ、これ付録です。鼻とここら辺に塗ります。ちなみにね、今ね、ここかなに、私普段ね、メガネかけてるから、メガネの汗でニキビこれ吹きでもなんかニキビができました。このセザンヌの UV ウルトラフィットベース N を、頬と鼻と顎、まあどっちでもいいですけど、まあここら辺、なんか綺麗に見せたいなって思う部分に塗っていきます。こうやって頬と鼻に塗る部分でこう分けて、で、綺麗に見せたい部分に塗っていきます。こうやってね、塗っていき、で、次パウダーいっていきます。資生堂のベビーパウダーをはたいていきます。で、これは首までやります。日焼け止めってのもあるんですけど、パウダーをするとね、すごい汗かきにくくなってすごいいいので、私的にはね、でバーって塗って、こうちょっとこうムラなく、私マットに仕上げたい派なんで、ベースは以上です。どうしようかな、さっきちょっと眉毛を描きたいから眉毛描きます。まずこのユーバーグラムのやつで眉尻を描いていきます。こう私は下になぞって描いていきます。これは眉毛は人それぞれなので、自分の好きな描き方をやってください。はい、アイブロウパウダーで、ま、眉毛をね整えています。前セザンヌの紹介したんですけど、またこっち見つかって、セザンヌはちょっと母にあげます。濃い方を眉尻、薄い方を眉頭に塗っていきます。じゃあちょっと綺麗になったかな、グラデーションみたいになってる。じゃあ、まあユアグラムのこのアイブロウマスカラで眉毛を染めます。これどれぐらい染まるかわかるかな、
あんま分からんね。眉毛が終わったので次はアイシャドウやっていきます。まずですね、こちらのユーアグラムのアイシャドウのベースを両目とあとこの涙袋にのせていきます。こういう感じで薄く取って塗っていきます。このバビメロのファーストコレクションアイズのこの色をまぶた全体と涙袋にまず塗ります。ユアグラムのセクシーアイドヘルシーメイクアップの6アイシャドウブラシ A を使っていきます。これいつも使ってるんやけど、新しくしました。さすがに使いすぎて。これの濃い色をこのまぶたの際とここに塗っていきます。でこのセザンヌのシングルカラーアイシャドウ01番を涙袋に塗っていきます。こういうねキラキラしたやつで小指にとって、薄くもう大好き S3CE のアイシャドウのどれでもいいんですよ、その時の気分で。でこれは後で使います。これはね、でこのどれでもいいんです。気分にしよう。ちょっとこっちがいろんな色入ってるから、この色をまぶたの中央に塗っていきます。結構つけていいかもしれない。すっごいキラキラしてるの、ほら。で中央につけて、残りここら辺わかる？すごいキラキラしてんので、次マスカラをしていきます。資生堂のビューラーを使ってまつげを上げていくんですけど、特にこだわりっていうか、私はもう全部パッて上げます。ほらすごくない？めっちゃ上げたので、その前紹介したキャンメイクのマスカラで塗っていきます。さっきはねこんな感じになってて、ちょっとねゆっくりした方がいいかもしれない。で下も塗っていきます。でめっちゃまつげがすごいね、ほんとつけまつげみたいなのがあったから、じゃあ次キャンメイクのアイライナーで目のこの全部じゃなくて、このここの際とここの目尻だけを引いていきます。こうやって鏡に対してこうやって上からこう見たらすごい引きやすい。引いたので両方やっていきます。じゃあ涙袋を変えていきます。これねこうライトにしたらあるように見えるんですけど、あんまないんで、このユーアグラムのリキッドでここをねこう変えていきます。グッてしてね。引きまして、でこのペンシルで眉毛描いたやつ、ね、この黒目のここ下だけちょっとペッてやります。はい、このバビメロのピーチパレットのこのね白いやつがあるんですけど、これを目頭と涙袋に塗っていきます。こんな感じで真っ白のやつ、涙袋を薄く塗ります。目頭は結構がっつりのせます。
でこの 3C のこのキラキラしたやつを小指にとって岩塩みたいなんですよね。目頭にちょっちょって両方超かわいい。もう目がパッチリ。じゃあね、なんかいい感じに見えるかなと思います。シーディングをしていきます。あんまね順番とかないんですけど、シェーディングはこれのアートクラスバイロダウンで、この特にこう適当に塗ってわーってやっていきます。これが薄いんで、薄いっていうかいいぐらいになってくれるんで、そんな結構つけても薄付きっぽくなるんで、頬用なくなれーと思いながらね塗っていきます。じゃあ次鼻をね、私すごい低い鼻なのでシェーディングをしていきます。これは私のやり方なんで合ってないかもしれないんですけど、最初に薄い色でこの鼻の高くしたい位置にふわーって塗った後に、この1ぐらいのでこう気持ち塗りますって感じ。で、濃い色を取って鼻先とここら辺を動かしながら、どうか鼻色高くなれと思いながら塗ります。じゃあ次チークなんですけど、前はこっちをね使うって言ってたんですけど、やっぱりちょっと春なので、春まあほぼ夏やけど、こっちのエチュードハウスのラブリークッキーブラッシャーチークカラーっていうの今あるのかな、このラベンダー色のチークをほわっと塗っていきます。04のフェイスブラシを使います。あんまちょっとね毛がね抜けてきたので、また新しく買いました。これをほーっと、あ、なんかこれいつものブラシとまた違う、なんかまあここは塗っとけば可愛くなるやろみたいな感じの位置に塗ります。私的にはこのラベンダーのねチークすごい透明感が出るなと思っております。次大好きなハイライトを塗っていきます。とね、もう大体で目頭と鼻はねちょってしてから伸ばします。でぼかす。特にね理由はないんですけど、一応こことあとこのここ頬つやに見せたら可愛いかなみたいなところにこうね乗せて、あと一応顎と口も乗せます。以上かな。じゃあ次口を塗ってまいります。前紹介してなかったの忘れてたっていうか、リップいつもリップケースに入れてるのでメイクポーチには入ってないんですけど、この赤リップの気まぐれブラウンを塗ります。赤リップってすごいプルッとしてくれるのですごいいいです。で前ねここねコンシーラーブワーって塗ってたんですけど、ちょっとやっぱファンデーションみたいなもんでちょっとね、ご飯食べてたらちょっと取れちゃったのでもういいやと思ってそのまんま塗ります。でなんかでもやっぱ唇バーってのすっごいコンプレックスなんで、こう下まで塗らずにこの上だけ塗っていきます。で次なんですけど、メイベリンのねこのリップすっごいキラキラしてるんですよ。ラメがいっぱい入っててゴールドので、これ冬ぐらいに売ってた気がするんですけど、多分ねでもう売ってないかもしれない。それを口の中央の上と、上は今さっきと同じ要領で塗ります。終わった。多分これで終わり、終了。よいしょ。どう？これさ、いや私はちょっと眉毛をね、眉毛じゃない前髪を上げたことがないからどうねやろうと思って、なんかねおでこの形がこうなってるんですよね。
で、結構女の人ってここをね、こう丸くしないといけないんですよ。丸くするんですって、女の人って。なのに、こういうところがちょっとあれなんで、四角になっちゃうんですよ。このおでこが。それがね、すごい嫌なのと、あとまあ眉毛がね、あんまり綺麗じゃないので、ちょっとどうなんだろうと思ってるんですけど、どっちが似合ってるっていうか、どっちの方がいいですかね。前髪ありとなし。うん。こんな感じで私のお化粧は以上です。これをもうちょっと推しのカラー入れたいなっていう方はいると思うんですけど、これとかこう紫とかね、ピンクがあるんですよ。まあ、これオレンジとかにしたらいいんですけど、例えば紫が推しのカラーだと仮定してちょっと塗りますね。で、ちょっとチップに取りまして、アイラインはいつも通りでいいんですけど、このアイラインの上にこれほんのり紫を入れるとか、わかる？ここ紫入れるとか、目尻にアイライナーの上に自分の推しのカラーのアイシャドウとかを入れるとすごい可愛いかなと私は思います。わかるかわからないとかじゃなくて、自分のテンションを上げるメイクをすればいいかなと思います。前髪を戻してきます。はい、どうだったでしょうか。もうね、すっぴん久々にさらしたんですけども、やっぱりサチが薄い感じでですね。はい、いつも通りのあれなんですけど、今回は三選メイクで、結構私が最近ずっと気に入っているメイクでもあるので、ぜひ参考になればと思います。もうね、いつね再開されるかわからないし、もうね、いろいろ不安で毎日がね、いつ私たちは推しを拝めることができるんだろうと思いながらね、毎日過ごしてるんですけど、まあ今の期間にメイク練習したりとか、まあ、髪型はね、一応ね、毎回違うようにしてるんですけど、またね、髪型はできたらいいかなと思ってるんですけど、この自粛期間中に推しのために可愛くなろうっていうのをね、頑張って私もね、ちょっと最近自粛太りしたので、頑張って痩せたいと思います。推しに会うためと思ったらね、いろいろ頑張れると思うので、ぜひ皆さん推しに会うために頑張りましょう。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。